できています。塩谷持ち上がります。立てます。森島チャンス。左足決まりました。同点。さあ左水田に入る。前を向いた。ボックスイン。水田来た。水田の右足だ。近いところにつけたかったから。おっと水田が行った。走り合い吉田譲りません。やらせませんね、ここはね。おお、サントス。野上、荒木、塩谷、ゴールへ向かったボールが入った、うん、佐々木壮太、うん、長いで飛ぶ。さあチャンス、塩谷のパス抜け出した。チャンス、下関の鮎川打ってきた。ボール、キッカー、野津田、ニアのボール、隅を行く、右が低くてクロスボール、低いボール、流れてファーからシュート。もうまさに3トップに対して3センターでおっと長いボール折り返し、こぼれた、ミスター、反応して森島シュート、うん、佐々木運ぶ、佐々木運んで裏のミスター、ミスターから森島来た、東のクロス、うん、ヘディング。先頭がいきます。さあサイド、いいクロスが入ればというところ。クロスふわっと来ました。ミッタースピードとアジリティがあります。内側から抜けてきた松本大輝のクロス、中央すらしました。佐々木が裏へ、柏が背後を取る。そしてつなぐ森島、折り返す。そして水田、中を見る。東が抜け出す。そして右サイドエリア内からグラウンダー、押し込む。プレッシャーをかけに行きますが、細かくパスをつないでいく、うん、しかしサントスが奪っていく。中、森島、サントスがまたこの位置から自ら抜け出していく。一人かわしてゴールキーパー、ですから広島としてもボールは保持しやすい状況。右サイド勝負に行く。サントスのシュート。もう一度柏が受ける。クロスボール、逆、もう一度そのボール、ヘディング。ここも止めたか。真ん中に入ったボール、こぼれてセカンド、サントスいった。サントス、さあ前を向いた状態、ジュニオールサントスいった。水田が拾った、ワンタッチ、柏吉文のシュート、入れ替わる。水田いった。さあ水田うまい。水田の右足だ、入る。まだ行く。藤井がいった。藤井からサントス、ナイスキーパー柏来た。さあゴール前、シュートまで行けるか。シュートだ。ミス代表ジニオルサントス、ずらしたところミスター、シュート、先制広島。つないでいった。ここに来たジュニオルサントス。さあ抜けたぞジュニオルサントス。上雲と1対1、かわした。おっと触ったジュニオルサントス。ノスダパス、ベンカリファー来た。ベンカリファー、ここはのちさきた、のちさきた。相手ニアサイドを狙いました。このセカンドボールシュート、ディフェンスになります。水田がまだドリブルで運んで、ジュニオルサントスシュート打ってきたというところですが、ジュニオルサントス、さあシャビエルが戻る。サントス、ここは大きなチャンスになりそう。切り返して右足シュート。さあどうするか、出るか、うん、仕掛けてシュートまでは、しかしいい数。いや、よく戻りましたね金子選手。あと水田、水田一人かわしてシュート。水田、野津田、野津田の左足、うん、
広島はプレッシングでも魅了することができます。取りました、ベンカリファ、左森島、右を使った三沢のシュート、剥がしに行った広島、うん、野津田の柔らかいボール、いいボール、ね、ナイスボール、ドーグラスビエロ、お見事ループ。ビエイラ決めました、1対3。このミスター、左は野津田、ミスターでいきます。ゴールに向かうボールが入ってきた、荒木、野津田、ゴールに向かうボール、うん、佐々木翔、ストレートのオランダのね、あのパスを、おっと、入れ替わって森島、巻いたボール、面白い、混戦になる、まだあるぞ、プッシュできるか、プッシュ、これはどうかな、ありましたね、はい、広島は、まあ、京都陣内押し込んでいるというところ、野津田右足で上げたボール、ヘディングシュート、これは先ほどのチャンスのシーン、東京をご紹介しまして、森島のシュート、はい、藤井が待っている、その藤井へ、さて勝負を仕掛けるか、持ち込んで勝負を1対1仕掛けて、うん、低いクロス、ルーズになっている、下のコーナーキック、満田、再びファーを狙ってきた、逆サイドに流れています森島、左足でクロス入れてきた、うん、試合は最終盤に入っている、塩谷が行く、そして野津田、ボードからエゼキエウへ、ここはキュンビンテをかわしたエゼキエウ、右の画面は空いていますが、まあ、そちらを使ってクロス、そして塩谷だ、まさかね、エゼキエウ、その時エゼキエウだ、前に持ち出すエゼキエウ、仕掛けシュート、巻いていく、ボックスの前、ここはボールカット、畑中、ただベンカリファ、右足、やっぱりこうベテランがやっぱりこうよく知ってますよね、これ、さあ抜け出して柏、中にはフリーで速いボールで来ました、リターン、柏よしうみ、ミッツァー、ドーグラスピエラから松本、右サイド、藤井が中に仕掛けていきます、柔らかいボール、ヘディングでシュート、止まった、さあ満田が行く、満田キープ、クロスボール、ベンカリファー、うん、が気持ちよさそうにこのコンビがプレーするんですよね、まあ合ってますからね、うん、おっとこれはワントラップか、うん、おー、ベンカリファー、ミッサー行く、使ってベンカリファのコントロールショットが入るんだな、浮かして佐々木から柏が入ってきた、柏からミッサーの右足突き刺した、頭に軸は十分揃っている中で、さあどうするか佐々木、いやらしいところにつけた松本太一の右足、ヤランキが出て縦に入れました、うまく受けたミッサー、ベンカリファ開いて柏のクロスボール、抜いてきた、先制、サイドを変えてもう一度ミッタへ、右から茶島上がる、ミッタ自分で行く、こぼれたところ押し込んだ、お、蹴ってきました、ファーへ、ヘリング折り返し、お、ミッタ決めた、縦につける柏よしふみ、さあ柏中に入ってきた、カットインから狭いところ、河村のシュート、アディショナルタイムに入っていくとボルテージが上がったのは広島サポーター、河村が狙っていった、入るか、入るんだ、河村だ、ここに水田がいます、柔らかいボールを上げきました、ファーサイド荒木、グローリーカン、うん、蹴るのは野津田、鋭角なキックがあります、
低いボールからヘッドカウンターのチャンス。ゴール前にはビエイラがいる。シュート放った。決まる。ハイラインハイプレス。行く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 。森島行くか。森島。こぼれて茶島。茶島の右足リフレクションあったボールは森島のクロスボール。荒木。川村ズバッと入れて満田前を向いた。満田のフィニッシュ。満田と野田は会話をしまして満田で行くようです。おー直接満田。下から行って塩谷のクロス、ノツダ。ノツダからのボール、佐々木弱くないんですが、そこにしっかり、おっとこれは旗は上がっていない。さあ満田だ。満田、満田